8月のドラマアワー8時だね全員集合。月曜はチョ・ジョンソク、ユン・シウン主演、緑豆の花、13日最終回。そして20日からはキム・ドンウク主演、その男の記憶法がスタート。火曜はチョ・ヨジョン主演、サスペンスラブストーリー99億の女。水曜はドロドロメロドラマ、怪しい義母。木曜はシンファのエリック主演、ユビョルナ・ムンシェフ、23日最終回。金曜はチュサンウクとキムボラ共演、タッチ、3日最終回。そして10日からはケーブルドラマ史上歴代最高視聴率を記録した大ヒット作、夫婦の世界がスタート。11日土曜からはキム・ミョンス主演、ファンタジーラブコメディー、おかえりがスタート。日曜は 2PM テヨンの除隊後復帰作、ミステリーサスペンス、ザ・ゲーム。詳しくは KNTV ホームページへ。